震动是一定要打开啦，不然怎么玩啊？好，这样应该就可以了。剧情模式出发。 剧情看来是从这个艾伦小时候开始的啊！你看那个爆炸头，那就是那个谁？目标とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。谁呀？这两个是谁啊？哪里来的？ 咻咻！装备の確認は怠るなよ。哦，这个是我们的样子。哦，这个是我啊，前面那个应该是炮灰杂鱼吧。嗯？ 踩死啦！啊，没事没事，毕竟我们是主角啊，英勇如我，怎么可能就这个样子死掉了呢？大家不要担心。 立体機動装置は壊れてねえな。目型の巨人を引きつけるぞ。看来是接动画第一季的那个剧情啊，没有从最前面开始呢。动作要快啊！真的，这个主角晃得我有点晕呐、啊。好，来，大战巨人。よし，请你来接近女巨人吧。 哎，左键可以发射这个。好了，女巨人别想跑，别想走啊！怎么撞墙？我怎么可能会撞墙啊？哦，女巨人被抓住了。 就是现在！这个绳子也太长了吧！哈哈哈！这个绳子可以抓住所有的东西啊，也太长了吧！嘿！目型的巨人在壁上近づいたぞ。 埋葬！もうすぐ目型が壁に近づく。今度こそ仕留める。别跑！啊！又！进攻吧！嘿，开多！好！ 絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。啊，你别得意啊！啊，痛不痛？痛不痛啊？哈，痛不痛啊？竟然还有这么多的体力！ 怕你别得意啊！他一定已经累了。啊，看你想去哪里。
为什么感觉我滑起来怪怪的？我好像在地上滑。好，我们准备在这里迎战女巨人。人类的未来就靠我了。来，把其他队友被干掉了。啊，看好，这就是我的操作。还可以换把刀呢。变巨人是有这么屌的特效的吗？哔哩哔哩。哦，来了来了，横空出世。哎，剧情就到这里了。哎，一冊の日誌がある。全都是梦一场啊。残したというこの調査日誌は、多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか。男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。あ、看来是跟紐解いていくのは名もなき跟祖先没有什么好像跟祖先比较没有什么关系呢。是无名士兵的故事啊。好，我都还没看过啊，不让大家剧透了。人類は巨人が越えられない強固な三重の壁。マリア、ローゼ。ローゼ安全な活動領域の確保に成功した。その日人類は思い出した。会有新手教学。我最讨厌有新手教学的游戏。やつらに支配されている。欸，军统，谢谢三个月啊！我不可能无视你的，不要骗的啦。屈辱を。巨人だ。居然这个姿势好丑啊！哦，这个是我是不是？おい、立てるか。船まで走るんだ。我的家人，怎么会这样？
哇塞，在这种关键时刻，一头鸟屎掉到我的手上。平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄。その活動領域をウォールローザに移行させた。剧情最热血的地方，结果一头鸟屎掉到我的手上，不得了了。ミカサ・カーン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は。避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す。その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。巨人已经最大了。好，读取到下一章了。原来我们也是一零四期的。貴様は何者だ？シガンシラク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け。貴様は何者だ？トロスト区出身、ジャン。是不是有人要耍北蘭了？貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれるものか。哦，这个该不会是我吧？哦，貴様は何者だ？我到底是谁？好，我们要创个男角或者女角。我看那女角啊，女角是长这个样子的。创个帅一点的男角好了。哇、哦，哎呦，这个很棒哦！大家觉得这个如何？这个感觉还不错。好啦，刚刚都跟大家说好要女角了，我们弄个女角出来吧。女角有眼镜的，用这个眼镜的好了。やってみせる。あたし、これ、やった。今日やった。忍法やっしょ。戦闘はっやはっわだかかやかかくやってやかくまやかやかまさ。感觉三号比较好。好，拿三号吧。确定进入下一步。角色姓名哦。哇，姓名。哇，要取名字，看能不能自动帮我取啊？可以打中文吗？我看一下能不能中文复制贴上。哇，不行哎，只能取英文的。编辑。啊。那还是叫 Guard JJ 好了。女生有这个名字也是很正常的吧？她不能复制天上的、啊。哎，可以选体型哎、欸，可以长得跟巨人一样高呢。哇，全都可以调呢。这个好壮哦，这样就好了吧？这么神秘的选项啊！
啊，都把它调成正常吧。发型可以挑发型呢。嗯，这怎么看起来好像男的？哎，发型我看一下哪个好啊？我觉得一开始那个就挺不错的。嗯啊，这个也勉强还行啊。奇怪，我是不是角色头有点大啊？哎，不对啊，我角色头好像有点大哎。等一下，恢复预设，我觉得预设的还不错，感觉只有预设的还行啊。好，换个眼睛好了。我们要换个凶狠的眼神。哎，凶狠的眼神，凶狠的眼神其实很不错哎。哈哈哈哈，这个也太凶狠了吧！看预设的就可以了，换个眼睛比较实在啊。好，这个绿色的好。眉毛可以调眉毛的粗细耶，眉毛粗一点好了。鼻子哦，鼻子还可以调位置的。算了，鼻子还是正常一点吧。我怎么感觉能选出来的东西都很废啊？轮廓啊，来看一下轮廓有什么形状。哈哈哈哈哈！这个轮廓也太奇怪了吧！我那挑这个好了。这个好像还行啊。真的选项都好废啊！啊，我们嘴唇粉一点。肤色白一点，衣服也可以选，衣服有啥能选的？哦，衣服是看有没有付费是吧？这个还行啊。夹克，穿不穿夹克？应该是不用夹克了吧？真的，我觉得还是预设的好啊。加上一点个人的特色吧。啊，忍者风，哎呀，我们走这个忍者风很不错。如何？大家觉得这样很不错吧？有点像阿卡丽。这个已经调得很大了，好吗？要不这样吧，好啦，就让它预设就好了，我们就把它调回预设的。我看其他服装还是改一下吧。好，其他服装我看看，戴个眼镜好了啦。哎，其实上面还有哎。你们真的是很恶心哎，这个是啥啊？这个完全看不出来是什么。好啦，我看戴眼镜就好了啊，我们戴个眼镜就好了吧。眼盲心不盲，就这样啊。
就这样了，完美，就是你了。我现在看起来就有点像那个，像那个恶灵古堡那个大坏蛋。就这样吧，结束。God JJ， 好，完美，结束。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た？眼睛，我眼睛没调啊。哎，我们是来干啥的？我为了打倒，哎，夺回我们的国家。それは素晴らしいな。貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう。持续进行着启蒙仪式。哎，没有地瓜的那一段吗？第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。おい。あ、哇，要新手教学，好扯啊！地上跳跃的时候，空白键可以跳跃，左键可以发射。哦，好，走喽。まずは立体機動術の基本、移動からだ。好像可以一直喷射呢。目標地点まで移動しろ。啊，噗咻！みんな一緒に頑張ろうな。開拓地域なんてごめんだからね。よっしゃ！是不是衣服都湿了？哇，我是，我看起来完全是立体机动的天才啊！跟某个要驱逐巨人的就不是同一个档次的。哇呼呼，裤子都破啦！哎，没事，没事。何をちんたらしている？ミーナカロライナ、何をしている？そんなざまでは家畜以下だぞ。移動は貴様が一。哎，我就是第一名，耶！原来我是当时的第一名啊。巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。啊，好，砍爆他们的，砍爆他们的后颈。按 Tab 可以切换巨人，用滚轮可以切换瞄准目标。哦，好，没问题。好，先锁定。巨人の邪魔。哇！哎！喂！一度くらいは誰にでもできる。もう一度攻撃してみろ。実技は苦手だけど。去死吧！なんとかしないと。你别得意。嘿！啊，怎么切不下去啊？哎，没事，我先去砍另一个。哎，我身为第一名，也是该展现出我的威力了。哎，熟悉了，哎，熟悉了，熟悉了。哦，我已经可以进入下一个训练了。不好意思，不好意思，这就是天才啊！你们慢慢，你们慢慢去砍这个吧。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては。攻撃すべき部位が複数。有好几个要害。確実に狙え。
没问题。哎，一定是直接砍这里的啦。嘿，哎，别得意，哈！去死吧！是不是有一点问题啊？应该飞这么高可以了吧？哎，哎，这么高总可以的吧？哎哎哎，怎么砍不死的？不是不是，这一只有问题的，这个有 bug 的，我们去砍旁边那一只。我到底要怎么往上飞啊？嘿，砍死喽！拱杀毁，什么蒙到的？去死吧！你别得意啊，巨人！哎，隔壁的帮一下哦，这个巨人有问题的。哦，按空白键再推进，好，推进。哎，稳当。推进大成功。其他人有点追不上我了。这我看过你的俗人。哎，不知名人士，感谢董内。クリスさん、少し休んでから行こうぜ。さあ、ほい。そんなこと言わないで頑張ろうよ。風筝总会在背后。あなたを見習わないとね。风筝飞的原理。我有风打即吹向条尾，风筝就会自动直至条尾。风筝就会飞啊！啊，前往目的地。你看我移动还是很快的。本日最後の訓練を開始。米卡莎，这种杂鱼竟然跟我上一样的课。好，最终任务，抢分数的。始め。俺が先に目標を見つけたら横取りするんじゃねえぞ。意外と。ええ。言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか？そうだ。はーい。稳了，疯狂得分。なんかこういうのって燃えますよね。哎哎，尾刀我来，嘿嘿。エレンを一人にはできない。分数都给我了。手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。我的分数怎么比不上他们啊？怎么这样？哇，他们开挂的！不行哎，好像要打一点大只的才能赢呢。我们去杀一点大只的。剩两只的啦。哎呦，第一名了，不好意思啊！
呀！人类有救啦！超越兵长的男人。哎，莱纳一直在尾。哎哎，哇！哎呦，被抢走了。それまで。さて、結果はライナーブラウン、お前が1位だ。さすがだね、ライナー。真不愧是莱纳呢。よし、これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。哎呦，有个帅哥来救我了！他们怎么帅成这样？無茶させやがって、焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。玩家在战斗中会决定评价啊，你的角色可以升级 S， 直接升六等，升六等是什么情况？哦，然后还可以拿到钱，有我在调查兵团永远不缺钱，友好度上升，在这一战莱纳直接满了，托马斯，谁啊？莱纳真的好帅。训练结束，回到了兵营，跟大家聊聊天吧。啊！哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊，先跟这个配角一号聊个天吧。哎呦，辛苦了！やってる！快点完成我的目标吧，可以前往训练地咯。训练地哦。训练地，跟他在一起的是托马斯以及米娜，是刚刚的。やる気がないならさっさと荷物を。刚刚的最后两名。にでも移ったらどうだ？トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ。貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ、家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに、何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私、本当に豚になろうかな。你以为猪会接受你吗？别在意，别在意。気にしないなんてできるわけないでしょ。こんな状態で俺たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん。全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？该怎么办呢？运用大家的智慧吧。いろんな人の知恵か。確かに、同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すれば、いろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。主角好像只会讲屁话。お前も付き合えよな。
噔噔噔噔噔噔噔。好，大家一起加油吧！必须要好好加油呢。对，我们要一起好好加油。你说。もっと兵士を鍛えんとな。你与伙伴之间存在友好度，这样子他们出事的时候就会来帮你。好，我们来去跟伙伴交流吧。大家想要跟哪个打好关系？不想理你。好像他是主线。今天有夜间训练了。我的体力有一点负荷不了了，我也是啊。哦，好感度上升嘞，强制上升嘞。哎，前面有个杂鱼的样子。这不是托马斯吗？お前だ、お前。これ落とし物だぞ。啊，我的东西掉了。あ、そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。请问你是谁？こういう時は自分から名乗るもんじゃねえのか？俺はハンです。一応駐屯兵団の隊長やってる。原来是汉尼斯啊。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか？我跟他稍微介绍了一下。エレンや俺、志願しなくといえば、あいつらも肉親ようなお前も。现在他就是我们的家人了。谢谢您，队长。哎哎。まあとにかくこれからよろしく。いや、いろんなことが困っ、その日誌はきっとな。あ、どん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 。按下空白键就可以开日志了。好，这边是我们的调查记录。shift 关掉。可以跟他增加一下好感度。谢谢你为我担心。看起来我们一定可以成为好朋友的。消除一下疲劳吧。主线在下面。我应该要改掉我的体重。他是在说我很肥吗？我这个体型是稍微有点肥了啦。土豆。长官的粮仓吧。叶汉一定没问题的。但我对你可没什么好感啊。你不要会错意咯，我们只是朋友。阿尔敏，今天训练得好累啊！往右边走。为什么跟男生的这个好感度加那么快？这不是大帅哥莱纳吗？もしかしてわざわざ今日の俺を言いに来てくれたのかい？没有没有，其实没有。仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そんなことでいちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト。なんだお前らまで。二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろ。頼む。还有个人不会用啊。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。就是这样那样就可以飞起来了。その君たちは。僕は。王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失ってこの状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ
あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰る。ダブルダブル KTV 7個言う。これだけだ。エレンはどうなんだ。俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ。そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練兵を目指したのね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとだ。いつか必ず。ルイス8016勢力1だが、何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。我们一定能成功。我也是有梦想的啊，来增加一点好感。呀，你没受伤我就放心了。哼，不帮我也没事了。哇，会一直打开这本书啊。红色的应该就是主线任务了吧？看来接下来要来主线了。红色的就可以结束日常喽，要休息了。好，接下来就可以休息了。科尼斯普拉格智商不够灵光，理解力与判断力都不高。还以为自己是天才。ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。好、接下来要開始夜間訓練了。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ。まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りてえ。聊天室可以不要爆雷吗？我这边鸣人刚开始捏水球学螺旋丸而已。谢谢 Aaron 0129，感谢董内，真的不要再爆雷了。让我们好好的看这个剧情，重回最初看巨人的感动，好不好？なんでうまくいかねえんだ。頑張ってるのによ。我们这边大概是漫画第二集开始吧。コニーが突っ走るからですよ。怎么又是一个 A 告的你等于？不是 A 告哦，我们一直有讲话。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。我想回去了。俺も帰りてえよ。じゃあ、这个选项欸。帰るにしても呼吸は必要だろ。ドジドジ打神。みんなの足並み揃えるのが必要だと思うな。そうだな。想回家错了吗？さっきは考えなしに突っ走って悪かった。今度はお互いの動きをよく見ておこうぜ。よし。それじゃあ、この班の指揮をお前に任せたい。
好，没问题，就交给我了。みんなのペースは。接下来就叫我班长吧。お前代わりに早いな。けどやるしかねえよな。为什么达兹看起来这么老啊？それじゃよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えて、この状況を挽回しよう。大家叫我班长。没叫的等等通通抓出来扁，把你们扁掉。好，获得道具哦，我们是队长，所以有道具可以用。よし、ここから巻き返すぞ。还有还要教我们使用道具了。先进行补血。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。哎，这里可以设置据点，就可以补血啊！哦，我知道，据点都会有一个那个据点兵长嘛。谢谢卢谷子，谢谢九个月。不过呀，这个世界有救了。没事，这如果是实战，我一定救了你们。好，可以。设置据点 ，Level One， 哎，盖好了、啊、突然就盖好了。按 Q 可以拿道具。刃やガスを補給できる場所を作るんだってな。好，补一下，嘿，磨刀。その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。要是实战的话，我不是还有四罐瓦斯吗？不測の事態に備えて、もう一箇所拠点を設定しておこう。再設置一个据点吧。再来一个吧。またこれに突っ走られたら、俺たちは。おほ。悪かったよ。もう死ねえって。耶，又盖好了。这巨人怎么赢啊？重建，还会重盖耶。できたな。哇，盖了之后我们就有两罐气可以用了。哇，好难飞啊！冲啊！遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった？大家在做什么？申し訳ありません。まあいい。では次は。巨人に一斉に攻撃を行う。啊，对敌人发动攻击。哎，按二一三四，队友就会跟着动了。好。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が相手してくれ。好，我看一下怎么叫队友动。二一三四。按下续服的指令之后。队友冲啊！中箭。合図をした。一斉に目標を。啊，解决掉了，解决掉了。みんなで部位を狙って一気に倒しましょう。よろしくね。对，扁他，扁他。马可，扁他。マルコ、お兄、私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからね。真的有我这个天才在啊！さっきそれで突破して失敗しただろう。またガス切れになるのは勘弁してくれよ。还有一只呢。这个就叫队友去砍就可以了嘛。四个一起上。ある程度はできるようだな。轻松的啦。これより。最終訓練を開始する。最终训练互砍了是吧？訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に策定し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。班で協力し、より多くの部位を破壊しろ。哦，要拿下分数是吧？それでは始め。哎，哇，这么多个！ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。
这都是因为有我在啊。奴らをまとめているのは。哇，看来光头对我评价很高啊。哎，你们的分数是吗？哎，我要了。不好意思啊。アルミニーナ、それで全力なのかよ。トロい奴らだな。ごめん。私足手まといになってるかな。哎，我要没，我要没瓦斯啦。ガスが切れる前に補給しろって。用完之前要补给哦，没事没事，我不会用完的。其实操作好像没有办法很连续耶，如果要叫队友的话很麻烦。班での訓練なんだからな。アルミ、ミナ、この調子だ。瓦斯没那么容易用完的啦。哎，瓦斯看起来要用完了，补一下。お優しいね。哎，叫队友去砍好了。发现正在争吵的艾莲等。啊，叫队友去砍，我看是最实在的。主要是中剑有点难按。まだ時間は残っている。冲啊，队友！我们训练状况良好，哎，这个分数差不多。最後まで全力を尽くそう。じゃあ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。对，我们绝对要拿第一名。最後まで頑張りましょう。你别得意啊！发现气氛恶劣的米卡莎等人。はい。一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。もうすぐ終了だ。要没分数啦，要没分数啦！刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。哎，这个地方也砍，有没有比较多分？有有有，分数追上来了。周りに合わせるのが相当うまいんだな。对，这都被你看出来了。私たちのことをよく見てますよ。本当だな。いい感じだぜ。哎，我们只有13分啊，胜利之啊！没分了。今回の訓練の最優秀班を発表する。ライナーブラウン。没有，我应该叫队友扁他。やっぱりライナーの班か。すごいなお前ら。我尽力了，我真的尽力了。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。解散。今期の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ、成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが、兵士としての能力は個人の技術だけでは測れぬ。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携は要多用一下那个叫队友攻击的那个好顺哦。それを実現できる素質を持った者がいる。一个人可以砍死一只。今回の訓練の目的だった。お前のおかげで何とか挽回できたよ。ありがとう。谢谢大家的配合，哎，谢谢大家。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際。即座に他のものをまとめ上げ、その能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが、今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。ダダン S、イエー、又升级了。
跟大家好感度上升了。欸，好，可以使用回复药了。有那个特质的就是我啊。三年にわたって巨人と戦うことでありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは三つの兵団に配属される。我这么有热情的人，想去宪兵团吧？秩序を守る。我想去宪兵团。壁の強化に努め、壁内の町を守る駐屯兵団。そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団、特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。前十名才能进去啊。また3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に。哇，这是海贼王的旁白耶。ついに解散式の夜は来了来了。彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット。哎，都是我这一队的，都是我这一队的人。ジャン・キルシュタイン。怎么一到将你们就刷一堆爱心啊。4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン。哎，第一名看来。主席ミカサ・カーマン。现在是米卡莎。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかったものもよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。要大家独立思考啊。我们回到了兵营。我竟然不是前十名。友好的上升与支线剧情啊，哦，原来是这样啊。看你这个脸也是很难排进前十的。已经变成惯例了。啊，俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補う根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私は我们这个小圈圈怎么除了我以外好像都很鲁啊。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。艾克斯七七，感谢订阅。それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど。クリスタを見習うことはできそうだな。哎，再来换我了，再来换我了。じゃあ次はお前だ。我学到了什么呢？哎，我告诉了他们一些事情。啊，原来是这样。今回の報告会はこれで終わりだな。
非常值得参考呢。役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。看来你们两位已经没问题了呢。これからの私たちに期待していて。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めていいところを学んでいかないとな。そうだね。みんなと学び合って助け合って立派な兵士になれるようにこれからも頑張ろう。叮叮叮，托马斯上升喽！哦，还有新技能呢，你不用这么客气啦。米娜瓦斯消耗量减少，哦，是跟他们学技能的，是不是？太好了，我的刀子不会坏了。想不到我们的这个报告会竟然持续了三年了。再来可以来到餐厅，餐厅这里还可以跟大家加深一下感情。达兹要加入驻扎兵团吗？达兹到底是谁啊？啊，还要加入驻扎兵团，他到底是谁嘞？私の意思に従う。跟叶翰一样呢。好感度没上升呢。可能是要选马可吧。王の近くで働きたいな。以尊敬的眼神望着他。別に優等生ってわけじゃ。这边的人好像都很开心耶，跟刚刚那边就不太一样。哦，是你啊。さすがに立体軌道には慣れたけどよ。今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。他干嘛这样看着我？教教我吧。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りにお前が動けるかはわからないけどよ。おいじゃん、教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うつえな。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカ。おい、エレン。立体軌道の話だな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。我看一下。你想在米卡莎面前表现一下吗？はあ、何言ってんだお前。そんなんじゃねえからな。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。总之先让约翰教我吧。軌道だって。さん、今度でいいだろう。耶，学会了敏捷加三，教了我立体机动，他的实力真不是盖的。不过，哎，不过点点点之后才知道了。哎，这样就不能加其他人的好感了吗？为啥好感是有上限的吗？やるわ。やるわ。よしよし。哦，有的。嘿嘿嘿嘿嘿。やるわよ。哟。哟，好，可以，还可以跟大家再加点好感。恭喜你进入前十名。おかげさまで。哎，还可以再来哎。接下来要自主训练咯。今の動き、やりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。谢谢谢谢，哎，谢谢你。是，兵士というより狩人みたいで素敵です。時間をかけて。
獲物を確実に追い詰めるような感じですね。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？要不要去打猎呀、啊、獲物を捕らえられますよ。好啊。やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。ああ、これからはちょくちょくさ。沙夏似乎很开心。哎、欸，我们就这样成为了好朋友呢。耶、yeah! ，学会了技能。他说我有狩猎的才能，速度加三呢、欸。哎、欸，不是啊，他每次出来我都要再从这个门再走过去、欸，好远哦、喔。哈哈哈。这个大叔竟然有手下的。对，安安，我是丹丹，谢谢六个月。哎，还可以再有剧情哎，接下来一起去打猎吧，啊，马上就来打猎了。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。あとはどうやってうまく気配を。那就是感觉上的。こればかりは。哎，现在这样就足够了。そうですね。不要着急哦。私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。继承传统真的好棒哎。本当にそうで、狩りこそ。好感度一直上升呢。さあ、暗くなる前に帰りましょうか。いや、狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。你说话的方式好稀奇啊！勘弁してくださいよ、本当。他的样子真的好奇怪呢。本当に暗くなってしまいますから。叮铃，又升级了！哇，又升级了！他泄露了他故乡的腔调，哦，奇怪，怎么感觉变成悬疑的游戏了？哈哈，大叔一直在笑哎，不能再说话了，啊，再来。我的意志坚决。最重要的就是自己的意志了。最帅的莱纳，不记得了。我们以后都要好好努力哦。其实我也真的是不太记得啊。你聪明的头脑会受到器重。加油，阿尔敏，加油！要不要聊聊最优质的通讯软体？お前なら10位以内に入れると思ったんだが。还在嘴炮啊！我根本就不在意啊！そうなの？10位以内なら憲兵団にだって入れたのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。莱纳人真的好好。憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよマルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。いや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 。内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあ
もうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか、エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一気に駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。噔噔噔噔噔噔，好了，差不多来去吃饭了。我觉得声音挺好啊，但是 3D 模组有一点僵硬，没有 2D 动画表现的那么好啊。好了，那今天下午就先到这了，我先来去吃个饭，已经快八点了，我都还没吃饭呢。吃个饭，晚上回来500%啊，然后把这个也过一过，存在这吧。嘟嘟嘟嘟嘟，好啦，感谢大家的收看。host 一下别台了，看大家晚上想看这个还是500%啦，我们晚上再决定吧。谢谢大家，我们来看 LNG 吃饭饭或者卤蛋卡比之星。